行田市内群馬県道、埼玉県道306号上中森高野市線は、群馬県大羅郡千代田町から埼玉県高野市に至る一般県道である。起点の群馬県大羅郡千代田町上中森から埼玉県行田市証券までの区間は、群馬県道、埼玉県道20号足利大羅行田線と重複している。このため、実際には、 単独路線としての群馬県道306号は存在せず、埼玉県道306号も単独区間は、河野寿司までの約 8.4km のみである。重複区間も含めた、ほぼ全区間が武蔵水路に沿っており、直線と緩やかなカーブが続く良好な線形となっている。ただし、沿道に休憩ポイントや商業施設は少ない。 また前線片側一車線であり、県道上では、歩道は、完備されていないが、武蔵水路の対岸には、並行する形で遊歩道が整備されている。埼玉県道20号、足利大羅行田線と一本で、続いており、国道17号から直接他路線を経由することなく、国道125号や国道354号、国道122号、 国道50号と5つもの国道と交差している唯一のルートであり、前述する県道と合わせて工業団地内を通る区間があるため、大型車の往来が激しい。ありがとうございます。